たこ焼きだ、たこ焼きだ。エビ焼きもあるよ、ぶーちゃん。だよ、ふーたん。ふーたん、たこ焼きちゃん。くるくるひっくり返すのはないで、ひっくり返すの。箸で十分。あれだ。まあいいや。チーズ入れなさい。あいたー。おいしそうだよ、ふーちゃん。ふーちゃんも食べる？たこ焼き。早くできないかね。まだできませんよ。プツプツし始めたらだっけ？わかんない。お好みはたこ焼きは適当だよ。いい匂いする？ふーちゃん。待ってる待ってる。出来上がったら声かけますんで。焦げた菜箸。おいしそう。いい匂い。いい匂いだね、ふーちゃん。
エビがあるからまんない。エビが飛び出てるからまんない、入んないんだね、収まりきんないんだね。待ってよ、ふーちゃん。お利口に待ってないとたこ焼きあげないよ。ねえ、ねえ。は、はじゃないの。お利口に待ってなさい。じゃなくて、あ、いたずらしてるとこ映しちゃおう。お利口にしてないとこ映しちゃおう。おさり。口が開いてるぞ。できてきた、できてきた。エビは厳しい。もっとちっちゃくしないかな。まるまる1個入れちゃったからね。いや、半分に切ったんだよ。そうなの、うん、もっとちっちゃくしなきゃダメだと思った。わー、綺麗、綺麗なまん丸になってる、この子。この中は何が入ってるの？キャベツ。お好み焼きの。本当はネギじゃないといけないんだけど。お好み焼きの粉と。違う違うよ。え？ちゃんとたこ焼きの粉かかってきた。たこ焼きの、あ、そっか。たこ焼きの粉とキャベツ。卵。卵。銀だこ風にするんだったらここに油を入れる。やだ、いい。あ、作られてるの。もうちょっと我慢して。お利口だね。いい匂いするもんね。このたこ焼きを焼く機械はどこで買ってきたんだっけ？ハードオフで。ハードオフで550円で買ってきました。550円使えるね。ちょっとちっちゃいけどな。今もうこんなでっかい玉ができるやつが売ってるけど、まあ550円でしょ。でもこのくらいの大きさで十分じゃない？大人数だったらちょっとあれだけど、おいしそう。早く食べたい。ふーちゃん、おいしそう。待ってしてるの？ふーちゃん
わあ、この匂いを届けたい。すごい、あんなくちゃくちゃだったのにこんな綺麗に収まるんだね。腕がいいな。ほんと、たこ焼き名人、たこ焼き焼き名人になればいいのに。強いとこと弱いところもある。たこ焼きって何が乗ってんだっけ？ソースとマヨネーズか。うん、乗ってんじゃん。たこ焼き食うと春つくでしょ。踊ってる。完成。